おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は23年の1月1日元旦でございます。お題がこちら。投資家困惑2023年の株価予想ということで話をしていきたいと思います。ひとまず皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日のテーマなんですけども、23年の、ね、株価予想っていうのが日経新聞に出てたんですが、これを見てね、ちょっと困惑する方も多いんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、23年はこんなふうに考えてるよというねえ、僕の見方について話をしていきたいなと思います。まあ、気軽に今日は聞いていただければというふうに思います。 うふうに思っております。また、第一部ではですね。 2 2年の指数の年間パフォーマンスを見ておいて、第3部ではですね、指数の売買戦略、週足の移動平均線で今のトレンドを確認しておこうということで、今年の相場に備えていきましょう。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で、最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしております。皆さんと一緒に1年間株を毎日確認していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速、年間のパフォーマンスの振り返りをしておきたいと思います。まずは日経金株価ですが、年前半ぐ ずっと下げまして、まあ、でもその後結局レンジで動いてでも始まったところから考えますとマイナスの10%ということになりましたトピックスに関しましては 同じような動きなんですけども、えー、下げ幅がそんなに大きくはない、マイナスの6%前後ということになっております。1年間通じて上げた業種で見ますと、金編の工業とか銀行、なんか井村俊也さんの顔がパッと思い浮かびましたね、えー。下げた上げをしていきますと、電気機器、サービス機器、精密機器、まあ、半導体とかハイテク関連とか、まあ、そういったところがよく下げたなといった印象でございます。小型株中心のマザーズ指数ですが、年前半は本当にひどい下落でしたが、年後半なんとか取り戻してるんですが、 年間で見ますと26%のマイナスということになっています。ニューヨークダウンに関しましては、かなり年中盤、後半ぐらいまで下げましたが、まあ、後半なんとか取り戻しまして、全体で見るとマイナスの9.52%になっております。リサンドピー500ですが、なんだかだでまだまだ安値県にいるということで、年間ではマイナスの19.9%ということになっています。ナスタクに関しましては、 未だ年初来安値付近にいるということなんですが年始から見ますとマイナスの33.89%かなり大きな下落率となりましたこちら高型株中心のラッセル2000、えー、こちらも同じような動きではあるんですがマイナスの21%ということで指数全体で見ますとやっぱりナスタックの下げが激しいということになりました 年間の S&P500 のヒートマップを見てみますと、やはりこの辺のねハイテク関連、NVIDIA、Apple、Microsoft、Google、Amazon、そしてテスラ、この辺の下落が本当に目立つ1年だったかなというふうに思います。結果としてこんなふうになったということですよね。一方で、ヘルスケアとかね、こういうディフェンシブセクター、あとはエネルギー関連が強いということで、やっぱり景気後退フェーズにこう入りつつあるんだろうなというふうに感じた1年だったかなというふうに思っております。では見ていきましょう。23年の株価予想を見て、項目。 23年相場との付き合い方みたいな形で。 話をしてみたいなと思うんですがこちらがですね、23年の日本株予想みたいなね、まあ、そんな記事でございました。3万円台回復の声もということで、まあ、思ったよりもね、なんか強気な意見が多いなというふうに思う中で、悲観的な意見も結構目立つんですね。結果、日経平均の、えー、年末の予想なんですが、2万4000から3万4000という1万円も差があるとですね、個人投資が一体何を信じていいのかっていうのがね、分かりにくくなるんじゃないかなというふうに感じました。まあ、ただ、長年やってればよくわかるんですけども、株価予想が 当たたらなないいいんですすよそれれを前提に考えていただければなと思いますこれはですね2022年の年始の日経平均の予測なんですけども今年2万6000円ぐらいで終わってるわけですから、まあ、どこもです、ね、当たってはいないんですねただし当時の予測はどこでも根拠は あっていたと思うんですこんな風な理由で上がると思いますこんな風な理由でこれぐらいの価格になると思いますまあその参考にぜひしてみてくださいという形ですえこれから年始にかけても同じような記事とか同じようなニュースとかたくさん出てくると思うんですが 当たらないという前提で信じ込むというよりは参考にするってことがねとても重要なんじゃないかなというふうに思っておりますまた必ずですね自分の投資対象や自分の投資スタンスっていうのをしっかりと意識して聞くっていうこともねとても重要なんじゃないかなというふうに思います何の話をしているのかによって自分にどれぐらい影響があるのかをちゃんと意識して聞くってことがとても重要かなと思いますちなみに2022年12月現在のリスク要因で見ますと欧米のインフレがまだあんまり収まってないことそして金融 引き締めが継続していることとと景気交代懸念が強いということ、まあ、この辺はですね、もうどうしようもない、そういう状況なんですけども、まあ、どうなるのか、今年もしっかりと見ていかなきゃいけない。そしてロシア・ウクライナ情勢、まだね、片付いていないですよね、ここもしっかりと追っていかなきゃいけない。中国のゼロコロナ政策はだいぶ緩和の方向に動きましたが、まあでもコロナの感染者数が続いているということで、ここもまだまだ見逃せないポイント。そして今年はなんといっても、日本の金融政策、12月に日銀の金融政策決定会合で、イールドカーブコントロールの 許容幅が拡大されたこれはもう本当にネガティブなサプライズになってしまったので。 これをもってしてもね、本当に3万円いくのかっていうのは、ちょっと僕はどちらかというと悲観派なんですけども、まあ、正直どっちに転ぶか分かんない、しかもこんなにリスク要因が重なってることって過去に今までなかったので、じゃあどうするっていう話なんですよね。で、結局なんですけども、インデックス積み立て投資と個別株でね、別々で組み立てていくしかないかなというふうに思いますし、まあ、インデックスの積み立て投資をですね、しっかりと継続していくっていうことが、まずはコアとしてとても重要なポイントになってくるんじゃないかなと。 いうにうに思っております理由は主一つ,つはね、しっかり株価が下がってくれたっていうことですかね。株価が下がっているっていうことは、平均単価を下げられる。それで積み立てていけば、当然ですね、最終的な平均単価はぐっと下がるわけですよね。で、いずれ上がっていく可能性が高いわけじゃないですか。まあ、一番分かりやすい根拠で言えば、世界の人口は増え続けてますから、S&P500 並びに、例えば全世界株式に連動するような、 コストのとててても低いい投資に積み立てていくそういうのには非常に適している期間に今入ってきているんじゃないかなというふうに思っております。株式投資は波がありますし、さっき言ったように予測は当たらない、でも株価が下がっていることは事実なので、平均単価を下げるチャンスであるというふうに認識はしています。もううう一つ準備期間とというのは一体何かっていうと来年 ですかねニーサが拡充されますねここに対して準備をしておくっていうのはねとてもいいんじゃないかなというふうに思ってます個人的にはですね今イデコや NISA、ニーサ積み立て NISA を使って、このような形で月ね10万円ぐらい積み立てをしているわけなんですけども、この NISA が拡充されるということになれば、ですね入金力を今のうちに上げていかなきゃいけないなと、家計を見直して収入を上げて、そして入金力を上げる準備というのをねしっかりと整える必要がある、そういう期間にもうこれだけ不透明な要因が重なってますから、そういうこにもしっかりと力を入れていくというのはとても重要なんじゃないかなというふうに思います。仮にににフルに使えるようななればこんな感じでね僕の場合に 個人事業主なんでこっちが大きいんですけどもこれができるようになればねだいぶアイスピードで積み立てができるようになるんじゃないかなというところで、まあ、その準備期間も自分もしっかりと考えてやっていきたいと思います皆さんもまずはね家計管理から入り収入アップを目指しそして、えー、あとは物価も上がってますからね日本の消費者物価指数物価も上がってるので家計管理もしっかりとやってですね、えー、この NISA 拡充に備えていこうというのが今年の重要なポイントの1つ目に入ってくるんじゃないかなというふうに思いますまだ個別株に関して ましては昨日の動画もう一度ぜひ見直してみていただきたいんですけども昨日はね年間の当落率がめちゃくちゃ高かった銘柄それの共通点みたいなものを探っていたんですがやっぱり自我総額がちっちゃくてでサプライズが変わると大きく上がるよねというところで動画を紹介して作っておりますぜひ昨日の動画を見ていただきたいんですがポイントとしては自我総額が小さい2倍以上に上がる可能性のある株に分散して中長期で現物保有するのは 合理的な投資手法であるという話をしましまたでここは安定は望めないのでだからこそインデックスの積み立て投資と両軸でしっかりとやっていこうというのが 戦略になななるんじゃいいかとこの時にですね、話をしていないのが、どうやったら2倍以上っていう、ね、根拠をつけるのかってところだと思うんですねで。これはちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけども、ぜひこの Excel 株投資改めて読み直してみていただきたいなというふうに思いますしまだ読んだことない方はです、ね、ぜひ概要欄からチェックしてみていただきたいなというふうに思っております。この本に特典がついてくるんですが、この Excel の計算シートがついてくるんですね。この Excel の計算シートには、 目標株価を2つの方方法法で計算すする方法がありますどちらもねあくまでも数値的な目安でしかないんですがきちっと上のこれぐらいまで上がってもおかしくはないよねというその根拠を計算できる目標株価を計算できるっていうのはとても一つのメリットになるんじゃないかなと。 いいう,うに思っていますまた、えー、今はですねちょっとグレードをアップしまして下年目度までわかるということになってますそれを考えればですねリスクはこれぐらいでリターンはこれぐらいかなっていうね想定ができるわけなんですね、えー、なのでこのリスクリターンがとてもいい時にしっかりと投資をしていくっていうことが個別株はもう全体相場の影響を受けない場合もありますからね受けにくいっていうところが一つのメリットだと思いますので全体相場がすごく読みにくくても個別化は 業績によって上がる場面サプライズによって上がる場面っていうのはあるのでそこをしっかりと取っていこうということにはなっていきますもちろんその相場に合った業種を選んだ方が確率は高いとは思うんですけども個別株そのものはですねやっぱりその個別株の潜在性みたいなものをしっかりと見抜くことがとても重要かなというふうに思っていますまあ実はこれは特にね、相場がどうこう関係なく常にやり続けていく とといいうことになっていますで実際に今は過去に例のない相場になってきてるわけですからポリシーを貫くということがとても重要かなというふうに思うんですけども3つの行動指針ポリシーみたいなものがありまして貪欲な目標 合理的的なな行動機械的な取引この3つをね、かなり意識して、僕は今年も1年間走り続けたいなというふうに思っております。能力な目標というのは2倍以上になりそうな株、2倍以上になりそうな株の目安として、エクセル株投資の目標株価を使っていきます。また、リスクリターン1対2以上というのは、まあ、1つは下値目処と目標株価の比較であったりとか、エントリーポイントからの損切りと利益益が取れそうなポイント、ここを比較したリスクリターン。 これを1対2以上にしで、なるべく有利なところで引き付けて取引をするというところ、最後に機械的な取引、感情で取引しないために、差し値注文や決済注文も、ダブル差し値注文などを使いまして、もう決めた取引だけ、訂正はしない、そういうふうに取引をしていきたいなと。 いうふうに思っています。大事なことは感情を混ぜずに有利な取引しか取引しないというところを守っていただければ大失敗することなくチャンスの時しかしないのでちゃんと大きな利益につながる可能性というのは十分にあるんじゃないかなというふうに思います。で、その可能性は決して安定するものではないのでやはり繰り返しになりますけどもインデックスの積み立て投資としっかりとですね、えー、継続していくということがとても重要なのかなというふうに思っております。ということで2の動画のまとめです。 23年、日経平均株価予想は大きく割れたと思っています。2万4000円から3万4000円、一体どうするよという、そんな話から予想は当たらないので、自分の投資対象や投資スタンスを意識して、ひとまず今あるリスク要因とか、上がる根拠とか、そういったものは参考になると思いますので、それを聞いていきましょうという話でございました。そして、インデックスの積み立ては、ね、必ず継続しましょう。そして NISA 拡充されますから、その準備をしましょう、えー。物価も上がってますので、ね、家計管理もやり、収入アップを心がけ、入金力を上げておきましょうと。 いう話が一つとても大事なポイントそして今過去に例のない相場ですから貪欲な目標合理的な取引機械的な実行目標株価をしっかりと計算して。 有利な時だけ感情抜きで実行することがとても今年を乗り切るポイントになるんじゃないかなという話でございましたではですね指数の売買戦略週足の移動平均線を使って見ていきたいと思いますはいまずは二景金株価です二景金株価なんですけども現在移動平均線の向きを、ね、まず見ていただきたいんですが、まあ、やっぱり下向きのものが多いかなって感じですかねそして株価が 下にいますなので僕はこれが一番ネガティブに考えてる理由ですね上に抵抗があって移動均線が下を向いてるってことは下降トレンドで上に抵抗があるやっぱ上がりにくそうだなというふうに感じる次第ですでこれがまあ年間の中でまたね上に行ったり下に行ったり今レンジですからどっちにかわからないというところですからしっかりとそれを見ながら方向性が出た時にねしっかりとそのトレンドについていくってことをやっていきたいなというふうに思っておりますトピックス見ていきましょうトピックスに関しましてもまずひとまず移動均線の下にいるっていうところですかねで13週 1 26週26周戦は上向きなのでこの辺でトレンド転換してももちろんおかしくはないんですけどもやっぱりまだ下にいますからね楽観視するよりはちょっと悲観的に考えておいた方がいいかなといった感じでございますマザーズに関しましてもまあ2 3週26週戦は上向きなんですけどもねでもすべての移動期前の下に一気に潜ってしまったというところなのでやっぱり株価位置としては悲観的に見ておいた方がいいんじゃないかなというふうには考えております ニューヨークダウンに関しましては13周線がぐっと上に向いて26周線とのゴールデンクロスがあってで52周線の上にいるんですねニューヨークダウンはなんかまあ一番復活しそうなそんなチャートに見えますかね ただ、S&P500 なんですが、これは13周線上向き、26周線横向きなんですが、この線の下にいて、すべての線の下向きなんですよね。52周線もまだぐーっとこう抑え込んでくるような感じですから、やっぱりあんまりポジティブには考えにくいよなって、今は思います。ナスタックに関しましては、すべての移動均線下向きで,で、株価が移動均線の下にいるということですから、完全な下降トレンドということになってますよね。ラッセル2000に関しましても、移動均線のすべての下に株価がいる。13周線は上向きですが、 そんなな強いい感じでもないでもすからねやはり全体的に見てまだ下降トレンドのねその流れは続いていくのかなというふうに見ておいた方が今は無難かなというふうに思いますもちろん年後半にかけてはね株価上昇を期待したいところではありますけれどもひとまず今は楽観的に考えることは危険だなというふうに僕は認識を持っているということで押さえておいていただければと思います はいといととうことで今日はですね23年の株価予想に対して予想は結局当たらないので投資対象や投資スタンスを意識して参考程度にしましょうねというところでしたただ事実として株価は下がってきたのでインデックス積み立て投資を継続するのはとても有益ですよというところだったりとか過去の例のない相場なのでなんかあたこだ考えるよりはですね貪欲な目標合理的な取引機械的な実行をねやっていくっていうことでやはりこのエクセル株投資を上手に使っていただければとっても 著者ととししてては嬉いいかなという,ふうに思っておりま是非ねこの3つ貪欲な目標合理的な行動機械的な取引感情を使わずに有利な時しか言いやらないこれをね意識していただくだけでもだいぶ違ってくるんじゃないかなというふうに思っております。 では今日もお知らせを入れさせてください。個別メーカーの男と,とも分析するマガジンも今年もですねしっかりとやっていきたいと思います。毎週金曜日更新でしっかりとした分析記事をノートにアップしていきます。月額1000円、初月は無料となっておりますので、もしよろしければ概要欄の URL をぜひチェックしてみてください。同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっております。メンバーシップもですね記事が見れるという形にはなってるんですが、まあ、どちらがどうということはないんですけども、このマガジンの中からもですね、これをまた振り返り会とかもいろいろやっていきたいと思います。ので っておりま,すまた23年の大きな目標としまして2冊目の出版を控えておりますので執筆どんどん進めていきますのでぜひ期待して待っていただければというふうに思います。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で朝指示目標で交渉していきますので明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日テクニカル分析でおいし,ましょうさよなら